ながら日経10月28日月曜日おはようございます。月曜担当の戸村のりこです。本日も日本経済新聞のニュースをお届けいたします。ながら日経お手元はそのままディップ闇バイトを AI が検知スポットワークに導入ディップは 単発で短時間働くスポットワークの求人サービスで、特殊詐欺や強盗の実行犯を募る闇バイトを検知するツールを11月中に導入します。生成 AI を使って求人内容を自動で審査します。疑わしい求人があれば、掲載企業に確認した上で公開を取りやめるなどの対応を取ります。 衆院選の投票率53.11%前後に前回下回る本社推計。日本経済新聞社の推計によりますと、27日投開票の衆院選の投票率は53.11%前後となる見通しです。戦後3番目に低かった前回2021年衆院選の 55.93%を2.82ポイント程度下回ります。2012年衆院選以降、5回連続で50%台となる見通しです。衆院選として戦後2番目に低い投票率になる可能性があります。アリババ、和解金660億円、独禁法違反めぐる アメリカ株主訴訟で中国ネット通販最大手のアリババ集団はアメリカでの株主集団訴訟の和解金として4億3350万ドルおよそ660億円を支払うことで合意したと発表しました対象となるのは2019年11月13日から 20年12月23日までにアリババのアメリカ予託株式を取得して損失を受けた投資家ですイラン再反撃を留保代理勢力弱まり狭まる選択イスラエルが26日未明に実施したイランへの攻撃をめぐりイラン軍は同日 報復を慎重に検討する考えを示しました。イランは本格的な衝突を避けたいのが本音で、従来イランに代わってイスラエルを攻撃してきた代理勢力も弱まっています。有効な対抗策を打ち出しづらいのが実情です。イスラエル、アメリカなど中海国と協議再開へ、ガザ停戦めぐり、 パレスチナ自治区ガザで戦闘を続けるイスラエルとイスラム組織ハマスの停戦を目指しイスラエルと仲介国の代表者が27日カタールの首都ドーハに集まりますただ戦後のガザ統治などをめぐる溝は深く停戦へのハードルはなお高くなっています以上10月28日の ながら日経をお届けいたしました本日お伝えしたニュースの詳細記事は日経電子版でご確認くださいさて10月も最終週に入りました11月の話題が飛び交うようになりましたが皆さんはどんなことに関心を持たれているでしょうか私の最近の関心事は11月から厳しくなる自転車運転の罰則強化です 携帯電話、スマートフォンを使いながら走行するながら運転での罰則が6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金ながら運転で事故などを起こしてしまった場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります 私は日常かなりの方向音痴でスマホの地図アプリがないと目的地にほぼたどり着けないのでよくスマホで道探しをするんですが自転車運転時に地図アプリを使う場合は事前に目印となる場所自分なりのランドマークを何箇所か作っておいてちょこちょこ止まっては小刻みに道のりを覚えていくしかないのかなと思っています。 自転車にスマホスタンドを取り付けている方もいらっしゃると思いますが、損害保険会社のホームページを参考にさせていただくと、スマホスタンドを取り付ける、それ自体に問題はなくても、そこに置いたスマホ画面を見ながら、自転車走行は禁止、事故に入るそうです。ですので、スタンドに置いたスマホも、自転車を停止してから画面を注視する。 一旦止まってその先のルートを確認しないといけないということなので使い方には十分ご注意くださいねまた軽く一杯ビールを飲んでから自転車に乗るといった酒気帯びの自転車走行も11月から3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます私は J リーグサッカーの観戦が好きでスタジアムでの勝利の美酒も楽しみの一つだったんですが 自転車で出かけたらノンアルコール感染を徹底するようにしましたこの感覚車の運転時と同じということですよね自転車は免許不要で気軽に乗れる乗り物ですが一方で運転するときは交通ルールを守る責任も重く受け止める必要があるということ最近身をもって経験しました 先日、夕飯の買い物のことを考えながら、のんびりペダルを漕いでいたら、後ろからやってきたロードバイクが、転倒してしまいました。その転倒された運転者を解放しに近づいたら、両耳にはイヤホン、どうやら音楽を聴きながら走行されていたようです。幸い双方、怪我もなく、大事には至らなかったんですが、改めて自動車の運転と同じく、 自分の行動や判断が他の人にどんな影響を与えるのか2手3手先まで考えて走行する大事さを感じましたこの先2年以内にイヤホンの使用傘差し運転一時停止不十分なども反則金の対象になるとのことです罰則強化される背景や意味を私たち一人一人が当事者意識を持って身近な乗り物自転車を 安全に利用したいものですね。自転車の罰則強化の記事は10月11日の日経電子版にも掲載されています。こちらも参考になさってください。流れ日経、明日火曜日の担当は金井伊代さんです。そして午前7時配信のヤング日経もぜひお聴きください。明日もあなたの流れ時間にお耳にかかります。今日のお相手は戸村のりこでした。 今週も実り多き1週間となりますように。